はい、こんにちは。 YouTube 界のオードリー・ヘップバーンことカリスマ美容師めぐみでございます。こう今ね、鏡にね、こう映して、撮っているわけなので、ちょっと変な感じですが、今日は散髪をしたいと思います。ご存知の通りね、もうなしばらく美容院行ってません。というのも、ちょっと短くしすぎてしまって非常に勝手が悪いと。ここの勝手がね、良くない。ここがあんま短くなりすぎると、なんかこうブワーブワーってこううわーってなっちゃうから、ちょっとしばらく伸ばそうと思っているわけですが、見てください、これこの溢れんばかりのね、前頭葉を覆い隠すかのようなね、この髪の毛、前髪、ここ分かりますかね、これを今回はね、私が自分でいかにしてカットしているのかということをね、お伝えしようかと思います。毎回めぐみさんはね、自分で切ってますの で用意するものは簡単です。こう長年ね、こう見るとね、めぐみさんの毛がいっぱい入っているわけですが、これ髪の毛ダストボックスとでは言いましょうね。ここに鏡の前にセットします。そして用意するハサミは2本、いつもこれうちに5本ぐらいあります。同じハサミ、通常のハサミ、そして隙バサミってやつですね。まああんま使わないですけど、一応ね、手元にあるといいよっていう隙バサミでございます。この2本を使います。ではいかにして私がね、前髪を切っているかお伝えしましょう。これメガネはね、取らないんですよ。なぜかというと、私目が悪いから、ここじゃん、このくらいまで近づかないとメガネ取っちゃうと見れないんで、基本的にはメガネを外さず切っていきます。いくよ、こんな感じで。もうね、ためらいもなくいきますから、このようにバッサリいっちゃってください。ほら、できました。もう大体できたでしょ、大体できたでしょ。でこっからが、腕の見せどころですね。こうバーってやった後のこうちょっと触覚ね、こう触覚も若干伸びているので、こうバッサリいきますね。そうすると大体同じぐらいかなっていう、こうバッサリいきます。これだけ捨てます。で、こうまだね、こう切り残しがこう出てきちゃってるね、こうバッサリです。こんなもんかな。よいしょ、もうちょっとここ、よし。ふふふふふふふ。こんなもんかな。いいんじゃない。いいじゃん。ちょ切り残しをね、重点的に攻めていく。攻めていく。もうないかな。もうないかな。メガネ非常に、悪くてね、何か起こった。食材が起こった。食材がね、大丈夫です。何も問題ない。ちょっとだんだんできてきたんじゃん。これでもうほぼ完成ですね。そしたら最後に、こう、すきばさみで、こう持って、ここら辺を、バサーン。こっち、バシーン。よしと。バシーンと完成です。ちょっと待って、ちょっと若干ここほら分かる、こう切り残しがあるんでね、こうバシーンときましょう。よいしょ、これでいいんじゃない。もうちょいとくか、もうちょい攻めとくか、もうちょい攻めとこう。バシーンってこれ、あ、ブワシーンってね。よし、完成、完成。これは私のね、普段の、前髪カッティング。前髪カッティング。というわけで、なんと、撮り始めから考えて4分で終わってしまったというね、前髪キリキリ講座でした。どうですか？結構いいでしょ？いいでしょ？こうやってね、病院代がね、浮くというね、浮くというか、まあ、行く煩わしさなどもね、含めね、行かずに済むという。これは私の。必殺のテクニックです。よかったらね、みんな、真似していいよ。もう結構、コツとしては、ためらいなく、ブラッシングに行くことです。ためらったら負けだから。で、あとは、なんかちょっとちょいってやっていくと、そのうちなくなっちゃうから、そうじゃない。一発目でブラッシング決めたらもうそこで終わり。っていう、この、ね、感じでいければ、みんなもおすすめです。そんなわけで、前髪カット動画でした。また、よいしょ。バイバーイ。